続いて飛鳥先生、円盤屋さん、今日の放送ずっと待っていました。山と言います。飛鳥先生に質問です。飛鳥先生はかつてのナチス、今のペンタゴンには闇のアルザル人が存在していると発表されました。それなら逆に日本の組織ヤタガラスにかつてアルザル人が関与していた可能性はないのでしょうか。例えば何代もの天皇に、仕えたとされる竹之内の宿根ですね、うん、はい、はその象徴ではないのですか。よろしくお願いします。まあ当然ながらそういう質問が来るのは予測しておりました。例えばですね、どう言っていいんでしょうか。今の我々の戸籍謄本等々を見ますと、まあいつ生まれていつ亡くなったかってことは分かりますね。はい、もちろん戸籍謄本は完璧じゃありませんから、偽物が結構入っています。ああ、いますよ、いっぱい。知らない間に皆さん、あれですよ、あの戸籍謄本もう一回チェックした方がいいですよ。知らない人間が自分の養子に入っている場合がありますから。で亡くなった後はあのいわゆるあの権利を要求してきます。はい、いや実は結構何年か前に事件があって、市役所の方がほとんど脇が甘いもんですから、あのちょこちょこっとした偽造文書で簡単にあの養子に入ってる場合がある、偽物が、だからどういうことかというと、まあ、律令制度以降、まあ、そういう意味で随分戸籍がね、まあまあ、全ての戸籍は完璧だというふうに思わない方がいい。この年金のあれを見てもそうだけど、そうですね、もう全部官僚でもやることって結構デタラメですからね。まあ、それでもまあ日本の戸籍は まだ正確な方でしょう。それでも結構危ないところあるんで、もっと言うと天皇家は当然なら戸籍ありませんからね、はい、ご存知ですね、はい、うん、OK、だけどまあ厳密に言うと天皇家は天皇家独特の記録があるので、その辺はあのカバーされております。はい、うん、で、問題のその年齢なんですけど、仮にあえて仮にと言っておきましょう、120歳を超えて、なおかつ若く、若くといってもそれはいろいろありますけどね、まあ、例えばの話200数十歳だと言っている人がもしいたとしたら、でそれを否定する材料もないとすれば、まあ、いわゆる、まあ、普通我々の言っている人間ではない と、うん、と、まあ、基本的にはアルザルの方っていうのは1000年ぐらい寿命があります。この元この話がずっと進展してシャングリラっていうあのイギリスの小説